ヒガンバナって花が散った後に葉っぱ、ヒガンバナの花とヒガンバナの葉っぱって同じ時期には咲かない、なんか咲かないっていうか一緒には過ごさないらしいよ。あれ花がなくなった頃に葉っぱが出てきて、葉っぱが消えた頃に花が咲くらしい。その葉っぱずっとなんかの雑草かと思ってたらヒガンバナの葉っぱだったのに、今日のニュース見て初めて知った。あ、これそうだったんだ。しないで頑張りますって書いてあったの。そう、新聞屋さん、読売か。この洋菓子屋さんもめっちゃ気になる。これ？うん。広瀬。うん、駐車場がないからあれはいけねえ。あれ食べよう、お菓子。うん。ここ八百屋さんだったんだよ。うん。え、知ってた？うん、見たことある。でもその安くなった。きゅうり5本196円だって。え、5本でしょ？安いじゃん。スーパーが3本だ。何するの？これ？うん。この間の食いかけか。そう。ありがとう。うまいハンガーね、うん、笑いながら、なんか半分笑ってるよね。どうしたんだろうね。あら、楽しいことでもあったんかね。で、後ろ女性の方だった。福井さんだった。デートでもすんじゃねえのか。え、デートでもすんじゃねえのか。はい、思いのほか美味しいな。あ、仕事終わった後にってこと？わかんないけど、あのスケさんとって意味なのかと思ったら気持ち悪いって言ったわけ。はい、あ、歩行者通る。あ、セレの止まったから、じゃあいいや。あのチャリとぶつかりそうだよね。あのチャリダメだろ。本当にぶつかりそうなんて面白かった。おっちゃん、そこもダメだよ。健康そうなのね。いや、あのね、そのブレーキを踏ませるような止まり方しないでほしい。うん、別に行ってもいいんだけど、誰もない時にしてって言いたくなる。うん、それな。うん、なんてわかんだよね、ポップって遠くからでもね、うん、見えてんだよ。飛び降りそうで危ねえな、あのトイポーちゃん、うん、まあ、うまい。
ダメだ、久々にトンキコちゃんに会ったよ。トンピコ、トンキコちゃん、フレブルの女の子。トンキコっていうの、うん、すんげえ飛びついてきてくれる、あの子いつも。女の子、うん、女の子、昔から仲いい。トンキコっていうの、ただすげえグイグイ来て上に乗っかろうとするから、ポポはめっちゃいつも逃げる。やめてって。うんと面白いなって、普通そこをさ、オスだったらねじ伏せて上に行こうとするのになって、ポポやられ放題やん。やめろーっつって、でもそれでいいやと思っている。なんか上上がられる方が嫌だ、オスだから。やっぱりやめてって感じない、多分。やめろそっちの方がいいよねって思わない。うん、なんかオスでもさ、なんか上乗っかろうとしてる姿ちょっと好きじゃない。多分あのドッグランがひどかったから、そう感じてるのかもしれない、余計に。あったね、止めないのか飼い主と思って。そんなもんでしょ、それが修正とか思ってる人が。あの場を悪くしないようにしようとしてた、あのさ、トイプードルのさ、うん、飼い主のお母さん、すごい優しかったよね。普通なら切れてもいいのにさ、場を悪くしないように優しく言ってたじゃん。でうちの子はもう虚勢してるから別にいいわよとかなんか言ってたけど、絶対内心嫌だろと思って、虚勢してても嫌でしょって思うけど、うん、なんかすげえできた人だなと思って、親だったらそこを抱っこして怒るかもしれない。なんか実質すごい時間が時間だから、あ、ちょうど雨も上がったから一斉にみんな動き出してんじゃないの。日本一古いだからそこ金太郎歩いてもっとイラつくんだけど、100歩ずつ走るならまだしも。大会とかやってるらしいよ。へえ、うん。漫画とかなんかフィギュアとかアサリンにたまにみんなで行くときあるけど。クリクリちゃんになってるじゃん髪の毛。誰？さっきのやつ。え？クリクリちゃんのが気になる。うん、スキンヘッド勢がいる。うん。いや、金髪に急に黒ってクリクリって言うんでしょ。クリっていうのは知ってるけど。へえ、クリっていうの。クリっていうの初めて聞いた。あ、本当。普通プリンヘアっていうけど。へえ。オバミヘア。やっぱ長野だからな。オバミ。やっぱ長野県民だからそういう感じだもん。うん、多分ね。ダサ。オバミ県民。デブ系。そんなもんありまっちぇーん。怒っちゃった。怒ってないよ。長野ディスったから怒っちゃった。別にディスっても別にどうでもいいんですけどね。ディスったら怒っちゃった。バーデモン。デブ向けに。バーデンデンってしてる？長野デブ疑惑。バーバーバー。お父さんにバイクで送ってもらう息子の図だった。オバミー、オバミーだ。クソだな。あれ、俺イラチしてる。デブチ。ぬるいからブッブーですわ。ブッブーのようにやったんだ、当たり前じゃん。一世をなめとんのかって。バカギも楽しかったけどな。ババギ、デブギ、何食べようかな。そこなんだよ、問題がな。案外混んでるね、ここ。ね、デブっぽい、ババっぽい、すげえデブって感じ。クソババア、クソデブ、オバミのオケイ、オデビのオデビちゃん。あー、かなったよ。はい、デブデブデブババア。はい、クソブタ。
ピーハッピーハロウィン。デコピンじゃんって、なんかそんな名前のやつ。あれ女の子すごいな。なんで？あれはね、才能です。あの子天才。うん、男がだらしないだけ。あれ女の子天才だね。自分が同じように騙されたらそんなこと言えない。いやいや、騙される方が悪いんです、あれは。男はだらしないだけですね。まあいいんじゃないですかね、世の中。日本は洗脳国家ですから。そういうのって稼げるのは簡単ですよ。いや、洗脳じゃなんて。そういうふうにさ、人の弱いとこつぎ込んでるやり方だから、ただのゲスって言うんだよ。ゲスじゃないよ。ゲスでしょ、モテない人間にさ。何言ってます。騙されるのが悪いけど。まあでもそこしか金の使い道なかったんだよ。ポメちゃんがいる、あそこに。どこですかなーって感じ。でも貯金ほとんどないって言ってんの、何を、どんな豪遊してんだろうね、それも気になる。2億さ。